sins, cause all we need is candlelight, you and me, and the bottle of wine. In the house, in the house, in the house. よしおこいログです。こんにちは。本日はですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。本日は、馬場さんとあきらさんに、まあ、秋葉原さんにお越しいただいて、会議室でですね、少人数で撮影させていただいてます。はい、で、本日ご紹介させていただく動画はですね、2本あるんですけれども、はい、まあ、どっち先にするかわかんないですが、まず一発目、はい、こちら。こちらですね。はい。ビッグフットインターナショナル、はい、ビッグフットインターナショナルっていうところから、本日ですね、ワーカーキットさんの商品、はい、タクティカル MX3 チェストリングポーチっていう今僕が着てるやつですね、はい、こちらのチェストリングの紹介をさせていただきたいと思います。でこちらのチェストリングなんだけども見てわかる通りちょっとこの辺よくわかんないんだけど、はい、レプとかオリジナルとかいろいろあるじゃないですか、はい、ただこれは、まあ、多分、まあ、某さ某 T の、 あのものがあって、それの形が、まあ、似てるんですけれども、もちろん本物志向 の、 そのあれが好きな人はこちらを買ったらいいですし、まあ、とりあえず形だけっていう方はこちら買ってもいいですし、ただその作り込み、やっぱり買うときに失敗したくないじゃない。例えばすごい着にくいとか、一つで着れるんですから、うん、まあ、間違いなくもう今装着してますけども、うん、俺でも着れるんで、うん、多分ほとんどの人は、まあ、着れるんじゃないかと。うん、で、一応こちらですね、色味は2種類ありまして、レンジャーグリーン、このタイプ、レンジャーグリーンとマルチカムがあります。で、オリジナルのこちら、まあ、エアガンギアのこちらのチェストリングなんですけども、ユニークな戦術装備と自由に組み合わせることができる MQS3 アクセサリーの完全なセットが含まれています、ね、YKK ジッパープラス 2.5 インチの UTX バックル、ほとんどの戦術ギアで一般的に使用されているものが入っています。で袋の中にいろいろアイテムがあったんだけども、まあ、色はレンジャーグリーンマルチカム、そして材質は 500D ナイロン、500D とか1000とかいろいろあるんだけども、かなりまあしっかりしてますよ。で、製品重量は 660g、まあ、チェストリグなんで軽いです、うん、はい、うん、そしてパッケージ寸法は 30×27×7cm、 パッケージの重量は 750g、 パッキングはカートンボックス、パッケージの内容には、HX MK3 のシャーシで、ファストストラップ、スキニーストラップ、エクスパウダーウィング、ハーフフラップ、フルフラップ、サックポーチ、ジッパーインサート、トリプル556マガジンポーチインサート、クワドラブル9ミリマグポーチインサート。だから全ての、すごいインサート多い。そう、インサートだらけ、まあアイテムが、この状態で全部揃ってる状態なんですよ。で、一応まあこういうさチェストリング系のものっていうのは拡張性があるんで、ちょっと写真出しますけども、こういう、バックパック的なものも装着できたりとかいろいろしますんで、まあちょっとさ、この間俺貸し切りしたわけ、伊賀さんの行かせていただいて、そこで午前中プレキャラ来てたんだけども、あんなの重すぎてゾンビタクティカルギアさんのあのチェストリングをつけさせてもらったんです。すごい楽なのよ、やっぱりこう動きやすいというか軽いし、まあ暑くなって涼しいと、はいはい、なのでこういうチェストリングポーチを軽くつけた状態で、まあ、インドアフィールドなど表のフィールド行くと動きやすいんで良いかなと。じゃあ早速作り込みから行かせていただきたいと思います。まずこちらね、肩の状態、ぴったりした状態で重いものを入れても全く動かない感じが、はい、します。でここもちろんほら中にインサートがですね、もうすでに入ってる、まあ、M4 系なんでしょうね、うん、ここはどう M4 なのかな。でこっちにももうインサート、こっちに、はい、あれ、あの普通にあのハンドバーのマガジン、うん、そう、ハンドバーのマガジンが入れてあって、これ自由に取れるんで、まあ、他のさメーカーのものっていうものも付けられると思います、うん、でこのベルクロっていうのはすごく使いやすくて、はい、中にも外にもこれ色々ベリベリベリって剥がして変えることができるじゃないですか、うん、でここのウエストの止めるやつ、うんうん、いつも俺お店でつけたりするときにこれが届かなかったんですよ、ね、ただそれは俺がちょっともしかしたら痩せたかもしれない、うん、はい、ただ今ほぼマックスです、はい、マックスです、マックス限界伸ばしてギュッて締めてから息ができない、はい、肩も肩とかちょっと余裕があって、そうです、ね、ここも余裕があるんで、うん、まあ、ねじれたりするのはちょっと急いでつけたんで、その辺はご了承いただきたいんですけれども、本当ね動きやすいです、うん、で背中がこういう風な状態になってますけれども、はい、まあ、あんまりこう背中見られたくないなって人はそのバックパックをつけてもらえれば、はいはい、ちょっと接続っぽくできるし、うん、ここにいろいろ
拡張性があるんで、いろいろ自分で改造して、チェストリグの改造したりとか、いろんなことできる。これはブレードキャリア風にしたりとかもいろんなできるんで、使ってみたらまあいいんじゃないですかね。あ、全然いいですよ。結構、本当におすすめ。そう。だから僕が着れれば、アキラさんも着れるし、マパさんも着れるっていう状態。だからこの3人、なんか、体型が多分、形まあ、そう。若干 FAT だFAT、FAT、はい、まあ、こんな FAT の男でもチェストリングポーチ着れるっていうことですもん、はい、その着れる喜びっていうものはやっぱりサバゲーにはですね、動きやすい格好、かっこよくしたい、いろいろ装備をおしゃれにしたいっていうことで、もちろんアルファなんかも合うんじゃないでしょうかっていう感じでございます、はい、なのでこのなんでアルの着ないんですか。熱い、うん、そう、ビッグフット、インターナショナルオリジナル、うん、まあいろいろさ、レプモノとかオリジナルじゃないものを紹介すると、いろいろ言われるんだけども、はいはいはい、やっぱり購入者っていうものは、視聴者さんって、まあ実際に人もいろいろ人いるじゃないですか、だから自分の好きなもの、それを買っていくのが良いと思います、うん、決してレプが悪いとか、本物がいいとか、いろいろありますけども、それぞれの商品っていうものは、それぞれ。あるんで、まあ、皆さんよかったら、はい、こちらのビッグフットインターナショナル、うん、チェストリグ MK3 ポーチ、うん、そしてワーカーキッズさんのサイト概要欄の方に載せておきますんで、よかったら購入してみて、着てみて、ファッションを決めてみたらいかがでしょうか。 OK でございます、はい、シールでございます、はい、で次はですね、ちょっと予告なんですけれども、はい、チラ見だけ、はい、じゃじゃん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 はい、こんな感じですはい、これをですね、はい、動画で撮らさせていただきたいと思うんで、アキラさんのマニアック動画見たい人は次の動画もチェックアウト、はい、ただこの動画そうだ、後になるかもしれない、そう、相当後になるかもしれない、相当後になる、なんだとならばある方にちょっと動いてもらってるものをもらわないと動画にできないんで、よろしくお願いいたします。それではこのチャンネルが面白かったら収益ください、収益を稼いでですね、皆さんにどんどんいろんなものをプレゼントしていきたい、いろんな面白い企画をやっていきたいんで、どんどんチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。はい、 I'll be back。 いや、お疲れ様でした。Oh yeah.